ありがとうごちですこそれでは今回なんですけども、キャッシュレスとセブン銀行 ATM は相性抜群3つの最強の理由を簡単解説ということで、今回は僕が現時点で気軽に使える ATM でも最強だと思ってるセブン銀行 ATM について、そしてそれと含めてスマホ決済でも影の盾役者でもあるプリンの魅力などをサクッと簡単にお伝えしていこうと思います。そもそもこのセブン銀行 ATM なんですが、現在全国で2万5000台が設置されています。しかもご存知の方も多いと思いますが、 セブンではもちろんなんですが今ですね、いろんなショッピングモールなどの商業施設をはじめスーパーなど、本当日常でもこのセブン銀行 ATM を見かけることが多くなりましたよねそしてここからはセブン銀行 ATM とキャッシュレスならではの魅力を簡単にお伝えしますまず一つ目ってのは当たり前なんですけどもチャージができるということですねやっぱりこれが最初に来るのかなと思います現時点でスマホ決済を含めてセブン銀行 ATM からチャージが可能なのはこちらですねスマホ決済の場合だとペイペイ、ラインペイ、D、 e 払い、au ペイ、プリン、この。 5つですね。あとはプリペイドタイプのカードであればキャッシュとかバンドルカードなどですね。まあチャージ金額など上限に関してはバラバラなんですが、現時点ではこれだけの決済方法がすでにセブン銀行 ATM に対応しているというのはかなりスマホ決済ユーザーからしたら嬉しいですよね。ちなみにこの中にまだ入ってない主要な決済方法としたらメルペイとかあとは楽天ペイぐらいですかね。まあ個人的には楽天ペイがあまりセブン銀行 ATM に対応するイメージはありませんが、メルペイに関してはまあメルカリを使われているユー ユーザーもかなり多いので、セブン銀行 atm に対応してほしいっていう感じはします。 ちなみに電子マネーだとこちら、7個はもちろん楽天のエディであったり、あとは交通系 IC カードとして、来たか、スイカ、パスモトイカ、マナか、1個か、スゴか、ニモか、早ケンですね。電子マネーだけでもこれだけほとんどまあ対応してる印象があるので、まあこれを考えると、本当セブン銀行 ATM でここまでチャージできるというのは普通に考えてすごいですよね。次2つ目っていうのは、口座連携しない時に最適ということなんですが、これ何が言いたいかと言いますと、これスマホ決済にもよるんですが、やはりご自身 の銀行口座とスマホ決済の連携をしたくないという方は 中にはいらっしゃるかと思います。しかも自分がよく使っている講座であれば、もし何かあった時とか考えるとちょっと不安ですよね。まあそういう時はわざわざよく使っている講座と連携せず、チャージをもうセブン銀行 ATM で行うということであれば、まあある程度不安な部分は軽減できるのかなと僕的には思っています。ちなみに自分の友達は講座連携をするとチャージをしすぎて使っている感覚がわからなくなるので、まあ使いすぎを防ぐという意味を込めて、セブン銀行 こう atm でのチャージを実践しています。もちろんその方法で使うのも結構ありですね。最後3つ目っていうのは出金できる。これが最後のちょっとしたポイントになるんですけども。現在セブン銀行 atm で出金できるスマホ決済2つ de 払いとプリンこちらの2つですね。 ま、今回はこちらのプリンなんですが、まあ、これがかなり優秀なんですよね。以前ライブ配信でもちょっとお伝えしたんですが、僕がプリンを使っている理由を含めて簡単にお伝えします。まずこのスマホ決済のプリンなんですが、ご覧のように右側の部分ですね、銀行口座と連携ができます。例えば上から水穂銀行、三井住友、リソーナー楽天銀行、ジャパンネット銀行、あとイオン銀行など、まあ結構有名な銀行や、一部の地方銀行などとくっつけることが可能です。そして口座連携が完了したら、ここからがプリンの 魅力的な機能でして、プリンはですね、なんと、セブン銀行 ATM から出勤するときは、手数料が0円で出勤することが可能なんですよね。ちなみに、1日に2回目以降は220円の手数料がかかります。簡単にこの流れをまとめると、まず、丸1番、事前に自分が使っている口座とプリンをまず連携すると。そして、丸2番、次に、現金を下ろしたいときにプリンにお金をチャージします。そして、3番、 このプリンからセブン銀行 ATM に出金の申請をかけたらすぐに現金を下ろすことが可能となっています。なのでこれ何が言いたいかと言いますとわざわざキャッシュカードを持たなくてもプリンと連携できる口座があればキャッシュカードなくてそして1日1回であれば手数料無料で現金を下ろすことが可能となります。もちろん僕のチャンネルではキャッシュレスを押しているところではあるんですけどももしも現金が必要となった場合はこの方法であれば気軽に下ろすことができるということになりますね。僕も このプリンを使い始めてほとんどキャッシュカードを利用する頻度がかなり減った気がしますそしてちょっと話はそれましたけども今日お伝えしたことのセブン銀行 ATM の魅力まとめなんですがチャージができる口座連携しないときに最適出金できる各プリンの魅力この3点ですね まあそんなこんなで今回はセブン銀行 ATM 最強説ということで僕なりに簡単にお伝えさせていただきました。まあ後半のほとんどはプリンの魅力についてお伝えしましたが、もともと無料送金アプリとして結構押してるところではあったんですが、このプリンなんですけども、僕としたら手数料無料で現金が出せる便利アプリなイメージとしてすでに定着しつつあります。もちろんプリンと対応してない銀行口座もあると思います。なのでまあ一応下の概要欄にプリンの公式ページを貼っておきますので、プリンについて気になる方はチェックしてみてください。 ということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました